翻訳そこから資料出せますか。はい、じゃあすいません。月曜日、月曜日で準決勝ですよね。準決勝、準決勝どこどこですか。金足の病、金足は秋田、金足、金足農業ですね。はい、と日大三高。日大三高か。はい、西東京。日大三高。三高。この金足が秋田ね。秋田と東東京でした。西東京。あ、西東京。はい。西東京。はい、そして。で、西美。西美。愛媛。さあ。で、大阪桐蔭、と大阪桐蔭、北大阪です。大阪桐蔭、北大阪。はい、はい、そして準決勝が火曜日、火曜日ですね。はい、2時から、2時から、火曜日の2時から。うわ、切れます。どうぞ。はい、たい。FM にらい、うちりなとみせるぐすよ、うがんじゅうさ、わちみせびがやたい。はい、まじで中のくゆみからやりんや。2018年、平成30年8月の19日、旧暦や7月の9日、日曜日なといびん。本当に、立秋を迎えて、ちょっと朝夕は少し、
さも穏やかになると穏やかになったかなと思うんですけどね。でもまだまだ残暑は厳しいです。もうお家からここの FM 未来に来るのに汗だくだくして、もう階段登っていくのに汗をかいて、チョンタさんに、チョンタさんちょっとクーラー弱くして、あ、強めにして、強くか、下げるということは下げてくださいということで、今22度か3度になってます。それでも暑いです。はい、そういうことで、今日なんか私の向かいには誰も座っておりません。どういうことなのかさっぱり分かりませんけどね。まあそれで今日はミキシングやってる波平さんも車が入院してるということでお休みしますと。だから今日はね、チョンタさんと私、2人で最後まで行くのか、後から滑り込みセーフで1人か2人来るかな。もし今ラジオ聞いてるうちのモモのメンバー、遊びに来てくれれば助かります。幸せです。ぜひ来てください。はい、カーセチューン FM 未来、周波数は 79.2 メガヘルツから、11時から1時まで生放送し、うつづきさび、そしてサラさん、水島さんも一緒に、1時まで応援よろしくお願いします。はい、一緒に参加してね。おはようございます、チョンタさん。おはようございます。やっぱり来ないみたいね。来ないね。寂しいね。11時10分で花城智子が来なかったら、もう11時には来るかな。昨日まで、来るかな。15分あたりじゃないかな。15分あたり、お土産持ってくるはずね。そうそうそう。それ来たでしょうね。はい、はい。そういうことで、本当にまだまだ、暑くて大変なんですけど、本土の方もね、まだ今日の方が33度とか35度で ね、はい、高いので、それに和を加えて台風の発生がものすごいです。はい、今19号、20号も発生していて、20号が今週の週末に、19号が、うん、22日あたり、22日、じゃあお盆前だね。
運慶の前。じゃあ運慶に来ないで、それ終わったら今度また20号が来ると。20号が次の週末あたりですね。本当に7月から8月かけてもう台風の数が、ね、多くて。この間あのいきなり久米島沖で台風が来ましたね。発生して、ね、驚きましたね。すぐなくなったね。ね、まあ久米島近海で台風発生っていうのはまれじゃない？ないよね。なんか、ね、なかなか聞かないんだけど、はい、台風は、男心かな女心かな、なんですかね。最近は男が あれじゃない、弱い、あのめめしいしね、あの翔太さんが自分でそう言うからね。はい、でも本当に台風は雨だけをね、でも雨だけでも最近は雨が多いし、農作物の被害も、ね、結構出てるんじゃないかと思うんですけどね。今スーパー等に行くと葉野菜とかもうすごい高い。根野菜はね、根菜類はそんなには感じないけど、葉野菜類が高くて、ちょっと家族の多いところだったらキャベツなんかでも一玉もう300円超すのでね、それちっちゃいのでもあれ一つでも絶対足りないから、怖いです。家計にすごい響くんですけどね。はい、でも、8月もあと半月ですね。9月、9月10月、10月までは暑いよね。いや、もうちょっと先まで、もうちょっと先まで、あ、じゃあ11月までは我慢してこの暑さと楽しもうかなと思ってるんですけどね。実は去った日曜日は、FM2 来お休みしまして、その日に沖縄民謡協会の第19回受賞者大会、28年度29年度の新人優秀最高教師師匠、いただい合格された方々の発表会があってシュガーホールであったんですよ。そうですね、その日は与那原の大綱引き、その日にちょうど台風の14号か15だったんです、それが発生してどうなるかなと思ったんだけど、前日はちょっと雨降ってね心配したけど、でも与那原の綱引きもできたし、そして私たち、沖縄民謡協会の受賞者大会も無事、はい、毎年もうほとんど何か合わなければシュガーホールが取れない時はよそ のホールを使うんですけど、もう毎回シュガーホール、もうとっても向こうは沖縄一のいいホールなので音響関係にもね、だからそこでやったんですけど、やはり新人賞新人賞なり、そして優秀賞は優秀賞なり、そうですね、半年こと今年度取った人たちは半年ぐらいの、なし、前年度の人たちは1年半ぐらい、はい、練習期間はあったと思うんですけど、最高から教師師匠は読書をするんですよ。でもね、ティフトフトもうブルブル震えて、もう声も上ずってやってるけど、本当にみんな一生懸命、あれを見たらね、そんなして一つ一つ進歩していくんだなって。だお客さんも見に来てる方々もやはりみんな手が震えて緊張はしてるけど、この緊張感が会場にも伝わって、とっても感動しましたって、だから普通のほら民謡の祭りとか祭典ではなくて、こういう受賞した方々をメインにして、私たちもゲストで出たんだけど、先生方はもうサポートする、後ろで伴奏をしたりそういったので参加したんですけどね。本当に今回は前回はね、正直言って途中で歌が忘れてしまって、途中でもうお辞儀をしてね帰る方もいらしたんだけど、今回はもうみんなそれなりに初めマイクを取るささに、マイクくっついてくださいって言うけども、最初はくっついてるけど、だんだん離れていって、離れるとあれを上げないといけない、上げると今度はハブリングする、それでまあシュガーホールはマイクなしでも音は声を拾ってくれるんだけど、でも本当によく歌っていて、ああ
新人賞優秀は合唱だったけど、最高の方々はあの一生懸命、その 一生懸命さに胸を打たれて、うん、私はあの陰で司会をやってたんですけどね、はいはい、あのもう自分たちの教室の人たちが歌うとちむどんどんしよう、そうそう、ちむどんどん、最後まで歌ってくれるかな、何々さんは大丈夫かな、大丈夫かなって、心配をしてたけど、本当にあの綺麗に歌ってくれて、そして袖の方でもう、来て、ちゃんと歌ってたよって、大丈夫だった、大丈夫だったって。ね、本当にあのとってもあのいい経験されたんじゃないかなと思うんですけど、またこれから次のあの賞に挑戦して、ティーチナーティーチナーあの進んでいってほしいと思います。はい、中夜、そうですね、この受賞者大会を応援に来てくれた方々、そして、受賞者大会に出た方々、そして教室の先生方に本当にお疲れ様でしたということで、いすみグループの宇田さんに一平二平デービル、ウトルピサビラ。次これお願いします。よいしょ、
マイク入れます。はい、去った8月の12日は沖縄民謡協会第19回、平成28年度29年度の受賞された方々の受賞者大会がシュガーホールでありました。本当に、その日はいろんな催し物が、あしらこちらの、地域、部落ではありましたけどね、8割方の方々が来ていただいて本当に感謝しました。そして来年は島唄祭りがあります。ぜひその時もまた一緒に応援に来て楽しんでほしいと思います。はい、端正ここでですね、私たち沖縄民謡協会の理事長の島袋啓二さんが兄弟リサイタルということで10月の7日これも南城市の文化センターシュガーホールで兄弟リサイタルがあります。島袋啓二さんとそして弟さんの島袋茂彦さん、三線に歌ぬしてテイク打ちならちどしび打ちするて足部売りしたということでですね、本当に初めての兄弟リサイタルということで、もう啓二さんたちもとっても緊張してるけど、みんなで沖縄民謡協会の皆さん、そしてこれには与那原の文化協会の方々がそうですね一緒にやろうということで今もういろんな形でやっております。ぜひ皆さん10月の7日シュガーホールでありますので、またこれはそのおいおい番組で伝えていきます。田瀬中や島袋啓二さんの歌さにピトヤナサキお届けされら。2人だね。さあ楽しんでいきますか。先週先々週か水島さんの曲って流しましたっけ？なんか流せなか、流せなくて、なんだった？ヤケナクワディさんだったか。それがなんか。ヤケナクワディさん。多分十二時。そうですね。その後。来なければそれやろうね。うん。
かしいね。CD 上の方読み込まない。なんか一つあれだったよね。うん、おかしい。なんかね、21もそうなのよ。そうなんですか。うん、ちょっと下がこうやってからにしよう。マイク入れます、はい、どうぞ。はい、10月の何か、兄弟リサイタルということで島本圭司さん、重彦さんのリサイタルがシガーホールであります。またその時も皆さん、ぜひ応援に行ってほしいと思います。はい、時間の方も11時24分を回りましたけど、はい、誰も前には座っておりませんので、やはり今日はチョンザさんと2人ですねはい、頑張っていきたいと思います。はい、はい、実際今ですね、チャタン未来センターの方では平成30年度第24回沖縄特別支援学校中学部総合文化祭ということで、そうですね、16校沖縄には特別支援学校が、分校合わせて16校あるそうです。私も先ほど生徒さんたちの作品を見てきたんですけどね、本当にすごいです。もうそういったら大変失礼ですけど、手が不自由とかね、手足が不自由、それで体が言うこと聞かない、お子さんたち の会話とか、そして工作とかですね、本当にいろんな細胞とかそういったのもありまして、びっくりするぐらいの展示物がありますね。そして、今回のテーマは世界に一つつながるアート、みんなで花を咲かせようということで、本当このロビーのギャラリーの方では先生方もすごい配置に一生懸命されたんじゃないかなと思います。家があったり、そして上の方にはリボンをつけてですね、そのリボンが風になびいてるコーナーもありますし、本当に子どもたちが一生懸命やってる作品をぜひ見に来てほしいと思いますね。これは8月の14日から始まって今日の19日で終わりなんですね。これが16時までです。そして昨年度全国大会で開催されたキラキラッとアートコンテストにおいて、大平特別支援学校の2年生の上間優斗さんと知念翼さんが優秀賞を受賞するなど、
日頃の体験や活動の成果が現れていますということで、本当にあの、私たち健常者顔負けの作品がいっぱい並んでおりますので、ぜひ皆さん、未来センターの方に来て子どもさんたちの作品を見て、励ましてほしいと思いますね。はい、私たちもそうですね、合わせの方もこういう特別支援学校のところで慰問とか行ったりするんですけど、ちょっとさん、はい、かなりね、ケンヤ、はいはいはい、ケンヤ君は鏡ヶ丘の、はい、行ってましたね、はい、浦添の方にある、もう今18歳で今年度で今年度終わり卒業ということでね、今彼はね、和久川道場に来て歌でやらかしてましたね。うん、三振はちょっと苦手だけど、僕歌はだったら歌好きだから、はいはい、遊びに来てそこで一緒に歌っていいですかということで、歌もう2回ぐらい、先週は台風のあれで、はい、で2週続けてきてたんだけど、声が出る声が、もううちの生徒さん負けるぐらい、あ、そうなんですね。そして最後に、ケンヤ何か歌ってみるって言ったら、はいって言うわけ。で、何歌う？カジャディフ歌うって。おお、すごい。歌える？歌えないです。歌えないです。歌えないよ。だから和久川明師匠が伴奏してね、はい、じゃあケンヤカジャディフやるよって言ったら、もう私たちのところは4、もう上限は4なので、はい、結構高い音が、もう綺麗に、ちょっと息継ぎの続かないところはそのまま切れて、メロディーはもう本当にしっかり、しっかりやってね、もう自分たち生徒さんみんな安全よ、この人見てから、おおって丸くしてね、やってましたけど、ケンヤ君も多分聞いてたら来たかもしれないね、14日から19日までなので、ケンヤもし、来たよっていうあれでしたら、また、ワクワの私のケータのラインスマホに LINE してくださいね。はい、とあせ中夜、ゆいゆいシスターズの歌さんに、ティンサブの花、うたどきサビラ。すごい、やっぱり好きだから、上手なのね。何でも、昔歌も全部歌。やっぱり好きな人には負けるな。で、おばあちゃんは、若い頃スナックやってて、おばあちゃんが耳を好きでね、やめてから一緒にカラオケ行ったり、いろんなものをずっと民謡、頭字は読めないって。あ、全部覚えるんでしょ。覚えない。すごい。全部覚えない。本当に人の力っていうのはね、怖いですね。すごいですね。すごいすごい。だから私たちが、大丈夫かな、本当に歌わせていいかなって、心配して、親心でね、心配して大丈夫かなと思うけど、そんなことなかったと。おお。で、人それぞれなんか、いろんなの持ってるものあるんですね。持っててね。それを活かしてやってるから、だから親も一生懸命、おばあちゃんも一生懸命。車椅子重たいわけよ。あ、わかります。重たいそうです。そして入るときはお母さんが抱っこして、車椅子セットしてからお母さんが抱っこしてますけど、そして10時でまた迎えに来るわけさ。何時間ぐらい？ 2、3 時間ぐらい？ 2時間。だからあと彼はお母さんが仕事が終わるのが7時なので、8時ちょっと過ぎたりはやるけどね、30分で。家って浦添？浦添じゃないよ。浦添のサンデーのほら、あれが収穫があるさ。FM21 手前の右側に。あります、あります。サンデー行かない手前、右側。鏡が丘特別支援。ありますね。そこを学校終わったら、それから主人のきらめきデイサービス。あそこ5時半、6時ぐらいまでかな。
ちょっと待ってくださいね、もう終わりますんで、前切ります。はい、はい、ゆうゆうシターズの歌で、金作の花、これ行文化ですよね。はい、親はいつも子供を、そうですね、もう導いてやっておりますけど、やはり子供は子供なりに一生懸命、親が、私たち大人が想像できない非常に子どもたちはハッとするほどいろんなことができるんですよね。はい、金作の花を届けされたジョンタさん、はいはい、7月7日は七夕ですよね。この間じゃなかったっけ。そうそうそう、はいはい、七夕で、あ、天の川あったかな、見られたかな、全然気にしてなかったんであなたロマンチックじゃないねじゃないじゃないです。やはり天気はね、よく良かったみたいで、私も金曜日はちょっと外に出る時間があって、ちょっと行きながら空を見上げたんだけど、やはり星、見えました。はい、見えました。おだからそこに天川って言ったら、まだ一度もこのその天川っていうのを彦星さんとおり、1年に1回、はい、あって、あ、いい ね、 ね、 そういう恋をしてみたいなと思うんですけどね。物足りないんじゃない。もう1ヶ月に1回がいいな。でも八重山かな、八重山か、はい、あの辺ではこの七夕の日は、向こうは星空なんかとか認定されてますよね。うん、指定されてますね。それで去年一昨年ぐらいからこの7月7日、七夕の日は、うん、全島の電気をできるだけ消して、お、うん、消して、その星を、うん、観察すると、うん、それを見ようということで、そういう、あ、それいいですね、やってるみたいなんだけど、おそらく八重山では綺麗な天川が見られたと思うんですけどね。はい、夢のない、チョンタさん、おそらくやんの赤だったでしょう。星を眺めるっていうのはあまりやったことないんじゃない？やったことないですね。あの時間帯はもう矢の中に困ってるんでしょ？あの時間帯飲んでるかもしれないですね。あ、矢の中ね。はい、でもやはり沖縄はね、まだ星空っていうのが見えるし、そうですね。本土に比べると、うん、綺麗よね。ね、郡島とか民奈島とか行けば全然。いいみたいですよ。じゃあ次はまたそういう機会があれば行ってみたいと思うんですけどね。はい、次は枠が明らむたさんに島尻天香うつづきさびら。あれ、先々週の土曜日でしたっけ？ん？うん。木曜日あたりじゃないでしたっけ？金曜日。金曜日でしたっけ？うんうん、金曜日ちょうど浦添にモアイがあって、うん、その後からすごいまた雨が降ったわけよ。お、金曜日よ、19時半ぐらいからかな、実は8時半ごろ行ったから、すごい雨降ってて、夕方はね結構最近星見てないな。でも一番星すごい綺麗よ。そうですか。本当に大きい。ネオンは見てるけど。ネオンの星かと。じゃあ次は。ネオンの星だったかな。どっちかと言ったら恋の歌がいいな。恋の歌？今恋してる最中なんで。恋してる最中ね。じゃあ、はい、何わかる？恋の歌って。何もわからない。なんかおすすめあの。私も恋の歌はねあまりわからないんだよね。恋にはいとって。
松坂和俊さんの歌でなんかありませんでしたっけ。誰？松坂和俊さん。和俊のでね。なんかありませんでしたっけ。あ、栗の花？これは栗の花はあれ。栗の花か。そうそうそう。むちるの花、片田ゆい、北斗七星。違うな。むちるの花でしょ。中文字。もっとあったかな。誰のだったかな、思い出せない。こうやって民謡聞いてるじゃないですか、うん、なんか残らないんですよ頭に。なんか知らない。見えんだね、スルーしてるんじゃない。聞いてるはずなんだけどな、なんか残らないんですよね。冬の花か冬かたれか、冬の山地、冬の足場、歌がどうかな、歌詞が恋がうまくいくような歌詞がないですか。歌詞うまくいくような歌詞はもう冬かたれかな、何かな。冬の花は冬の二見てもらうかな、それかけてみる、うん、白間和子のいいですよ、うん、どうぞ終わりますんで、うん、マイク入れます。はい、はい、枠川明の歌さんに8月の17日が七夕ということで、多分そうですね、天気が良かったところでは見られたんじゃないかなと思うんですけど、ちょんたさんはあのネオンのネオンの光だったら見たことがあるけど星空は長いこと見たことないなね。見たことないですね。はい、たまには、ね、そういう、自然な光も見て、歌の詩を一つ二つでも読めるようにね、うん、ですね。今恋をしてるんでしょ。してますよ。じゃあ、もう一生懸命あれよ、空の星を見て、俳句を一節二節ぐらい読めるぐらいの恋をして、そして彼女に披露する。どうだろう。彼女がどう思うか。どう思うか。はい、ターゼ、時間の方も11時40分になってますけど、この一曲で、午前の部は終わると思うんですけどね。はい、ターゼ、私も聞いたことがないわけよ。こっちにクイーンの二見っていうのがあって。白間和子さんが歌ってますけどね、ちょっとさんは名古屋ね。はい、そうです。二見ね。いや、二見は遠いな。私は名古屋市内ですね。名古屋市内ね。はい、ターゼ、クイーンの二見、これは恋愛を成就する歌なのか、聞いてみましょうか。それともケチョンケチョン聞いてみましょうか。はい、はい、ターゼ、白間和子さんの歌さに、クイーンの二見、ウルピーサビラ。メロディーはなかなかいいよ。ね、うん。これは千葉の声優さんが作った歌だな。千葉さん。何分ある？3分40秒ぐらいあります。じゃあ5分で終わるか。そうですね、5分余ります。
の人の声はね、今ちょっと歌謡調でしょ、うんうん、あの民謡を歌わせたらさ、もっと民謡風にさ、ちょっとあの節もすごい、うん、面白い人。おあ、はいはい。マイク入れます。はい、ちょんたさんどうでした？いい歌だったね。ね、はい、あのなんか二見城和を、二見城和と二見城和は男女の掛け合いで、ですね、そして城間和子さんはあのやっぱり二見はいいところですよ、そして二見宮らびはちむくるゆたさんの、ね、はい、歌でしたけど、よし頑張ろうかな、はい、ん頑張ろうかな、頑張ってください。はい、時間の方も11時45分を回りましたけどね、今ちょうど高校野球が準決勝まで、はい、準決勝 4校揃ってますね、はい、4校そして来、月曜日、明日が準決勝、はい、そして決勝が火曜日ということで、準決勝にはかな金足だと思うんですよ。金足農業高校と日大三高、私はこの金足農業高校 の試合をずっと見てたんだけど、うん、おじいちゃんおばあちゃんたちが地元で応援してる、はいはい、それを聞くともうあのじいちゃんばあちゃんたちがあの秋田の方言を使って、うん、感動してかもう泣いてる姿を見たら、そこもうもうそしたらこの新聞を見たらね、34年ぶりって、お、すごいですね、うん、すごい、34年ぶりで準々決勝をやって準決勝を勝ち、はい、あの行くということでね、まだもう月曜日はもう秋田旋風が、それで今日テレビを見てたら張本選手、はい、彼が今年はねあの秋田がね当たり年って、おお、そうなんですね、うん、まずこの野球、野球、そしてあの秋田犬、はいはい、秋田県、はい、が今ブームあれでしょ、ブームでしょ、すごいブームでですね、あのロシアの、そう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 、フィギュアスケートの子がこの秋田犬をもうとっても大好きで、うん、送られたんですよ確か、そしてこの秋田犬はねなかなかメスが生まれないって、え、そうなんですか、もうメスが生まれないで、私もあのテレビでその聞いたんだけど、全国に70頭ぐらいしかメスいないって、だからすごい秋田犬はね、すごいですね、探してこうかな探してこうかな
はい、明日のこれ第一試合が金足農業、はい、10時からですね、はい、そして西美高校、これは愛媛ですね、愛媛ですよね、はい、そして大阪桐蔭が北大阪、北大阪第2試合が12時半からですね、からですね、またその日はあの惜しくも高難はね、準々決勝とか18強にも入りましたか、2回戦で負けました、2回戦で敗退したんですけど、うん、また来年期待して、応援したいと思います。そうですね、明日は、はい、準決勝皆さんで応援したいと思います。完成、17時50分から10分間、12時までは休憩タイムです。はい、あの10分間休憩したいと思います。12時からお耳にかかりたいと思います。ゲストかな。山口さん、あ、はい、知り合い、今日のうちのゲスト、あの子は来なくなった、来なくなった最初仕事忙しくて来れなくなって、それから連絡が取れない。あ、彼もあのあれ自律神経が転換持ってるみたいですよ。なんでそんな薬飲んでるんで、いつも安定しないわけだね。ああ、そっか。
だからね、うん、なんかおならさんの遺言みたいなのが出てきてるっていうからね、うん、あれはちょっとダメだな、ちょっと中国寄りだから嫌だ、中国寄りなんで嫌だな、 あれだね、うん、さんはいいのか悪いのか分からない昔はタレントだからね、そう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 、そう頑張っているんですけど、うん、そのまだ器には、うん、でもやってみないと分からんからね、ですね、機内良くなす人が一番、うん、そうだ、足がターガナティエノムっていう人もね、そこなんですよね、ターガナティエノムでも選挙には行かないとね、うん、行かないとね、うん、文句言えないですよ、そうそうそう、あの行かない人がね、あの無関心な人がそういうのよね、そうそうそう、一票持ってるんだから権利を行使しないと、アジア大会、これ日本勢は700名余りあれやってる、アジア大会、うわ、大きい。大丈夫です？ごめんなさい、いけませんって話してたのか。マイク入れます。ユシリキチャールタン、イツミデイビル、チューン、11時から1時まで、この FM2 来、周波数は 79.2MHz から、生放送中、吹雪ソウルビースが、チョンタさん。はい。ごめんなさい、いけません。11時54分。さっきじゃないですか。まだでも4、5分ぐらいよ。うん、はい、これは花城智子です、花城さんか、まあいいでしょう、あのいてもいなくてもかえって今日は私はチョンタさんと二人でやった方が楽しいですね、あ、なるほど、はい、そういうことでまた1時まで、皆さんとあのチョンタさんと番組進みていけやんちょっと、はい、今ね水島さんからも LINE が来てます、はいはい、お水島さんから今から参戦ですということでね、ありがとうございます。ちょうどいいですね。はい、もうだいたいお昼時間を利用してね。ですね。なので、また、水島さん、先週かけられなかったやけなクワディーサーを今準備しておりますけど、それあのかけたいと思うんですけど、他にも聞きたい曲があればまたリクエスト、ください。はい、あのチョンさん、私はもうスポーツ大好きなんで。ですね。見るのも大好き。はいはい。自分でやるのも、好きなのよ。やる。何屋さんの。もう走るの一番嫌い。嫌い。あの投擲とかね、あのボールは、はい、うん、あのあれは大好きでやるんだけど、今アジア大会が昨日から始まってますよね。日本勢がね、
今日からはおそらくもうずっと私はテレビ観戦すると思う。テレビっ子。テレビっ子になります。なるほど。はい、沖縄からはね、県勢が11競技に18人の方々が、大会に出ます。はいはい。ウェイトリフティング、この持ち上げて。ウェイトリフティング。何さんだったかな。誰だ。空手ではね、世界王者重量上げで世界王者が糸数さん。糸数さん。はい。リオ五輪で4位の糸数陽一。さんとかね、そして重量挙げ世界王者の加陽良雅氏、空手、これは空手ですね。本当にたくさんの方々が競技をします。これはいつまでかな、9月の9日までですね。昨日から始まって9月の9日まで日本勢が、最多762名参加しておりますので、そして沖縄県人が11競技の18名参加しておりますのでね、また皆さんに声援を送ってほしいと思います。はい、とあせ、水島さんから台風19、25大丈夫か知らんっていうことでなんか来る予定してるみたい。あ、そうなんですね。そうそうそう、大丈夫かな。大丈夫。多分でしょう。多分来週の月曜日か火曜日あたり来るんじゃないかと思うんだけど。ちょっとずれてますからね、でも。ずれてる。うん。水島さん、長田さんがね、大丈夫って。うん。ちょっとずれてるんで、沖縄本島には強風域だけなので、風がちょっと強いかなぐらい。飛行機飛んでくれたらもう沖縄はね、そうそうそう、大丈夫ですね。風とかそんなの問題ないので、ぜひまた飛行機に乗ったって言ったら LINE くださいね。はい、先週の水島さんのリクエスト曲で焼けなくアリーサーと、これはヘーカディプブシ、そうですね、これはもう大先輩の福原長貴さんの歌さに続きさびらやんたい。アジア大会8月いっぱいですね。9月2日までですね。2日、うん、2日までって書かれてる。熱戦が幕を開けた。結構いろんな種類があるな。うん、そうそうそう、もう本当にオリンピックと大体似てるよね。水泳からね、もうあれもパラリンピック障害者のものも多分これ入ってると思う。あ、そうなんですね。結構ボッチャっていうの何？ボッチャ、ボッチャってなんだ。障害者の、なんか銀メダルかな、金メダルかな。ボッチャってないですけど、なんだろう。アジア大会ではパラはないのかな、障害者のものは。先週かな、そのボッチャ大会、ボッチャというのがあって、それで日本人が優勝したということでね。カバディはありますよ。カバディ。なんか十何人かで手つないでカバディカバディって言いながら人を掴んでやる競技があるんですけど、これパラリン新勝者の、いや新勝者ではないと思うんですけど、なんか面白い珍しい競技なんですけど、セパタクロもあるんだ。そういえば昨日から一気に秋モード、夜は肌寒いくらい。沖縄に行けるけれども行くけど帰れないかも。帰らなくていいんじゃないですか。ね。ね。誰と来るんだろう。家族かな。あれかな。はい、もうあります。バイクれます。はい、はい、福原長貴さん、歌さん、にやけなくはりさ、へーかりくぶしまでうとるきさびたちが、
やはり水島さんはね、沖縄には行きますと、うん、行けるけど帰れないかもって、もう帰れなかったらいいんじゃない、ね、いいんじゃない、うん、もういいよね、うん、名護に連れて行く、ちょんたさん名護より那覇でいい、那覇がいい、長いですね。いや、泊まるところよ、ちょんたさんのお家に泊まるか、あ、泊まれますよ、泊まれますよね、うん、もし、宿が取れなかったら名護で泊まるか、道場で泊まるか、はい、してください。でも大丈夫だと思うよね、うん、大丈夫と思うんです。その次の週末の方がまだまだ、うん、来るかもしれない。はい、うん、そうですね。サラさんの今日 LINE ですけど、LINE でサラさん聞いてたら、LINE 送ってくださいね。はい、次は、私であげたかな？いや、まだです。まだあげてない？はい。お、はい、あ、ありました。じゃあ次はですね、実は、8月の26日日曜日、これは山川真由美30周年記念公演ということで、ハイバル町の中央公民館、久賀にホールで、リサイタルを行います。これが会場が16時、そして開演が16時30分で、 2,3 日前のまゆみさんのフェイスブックを見ていたら、うんうん、もうチケットは完売ですって。おお、ここキャパがだいたい500から600ぐらいじゃないかな。あ、そんなに。ハイバル中央公民館は集大成で、30年もうこれで最初で最後になるかもしれませんという話はしてたんだけど、まだ若いから彼女、うん、40、あ、若い若い、40代なのでね。いや、まゆみさん、これが最後ではないわ、あなたあと10年、またそれ終わったら、はい、またやりたいなって、5年後にやるかもしれない、いやいやいや、もうゆねこさんもこれでいいですって、自分はもう、子供たち、うん、少女天を持っているので、うんうん、それに守ろうかなと思っているということ。まず、やはり後輩を育てるのもいいけど、はい、やっぱりまゆみさんの、まゆみさんのね、活動をきちんとやるですね、と思うんですけどね。はい、もうチケットの方は完売になっているそうですけど、山川まゆみ30周年記念公演がハイバルの地方公民館で行われます。その、この講演会、30周年記念公演でも仲直りサンダーはやるそうですね。ちょっとこれ、寸劇みたいなお芝居なんですけど、今日はゆっくり時間があるので一緒に聴いてみたいと思います。歌がサンダーは神谷友、ちょっと名前がね、間違えたら困るので、そしてアンマーが真由美さんで、そして数がこれも宮城さんで、まゆみさんのお嬢さんだと思います。仲直りサンダーは一緒に聞いてください。何分あります？10分。ちょっと休憩だ。フェイスブックもやってるんですか？フェイスブックさ、ブックはやってないけど、見るだけ。この LINE で見られるのがありますよね。あれを、あ、フェイスブックやったらもう大変じゃない？いや、そうでもないです。あ、そう？私は結構いろいろやってるんで。もう今でもこの LINE さばくの大変だから来たの。うちの親なんかメールも打てないんで、メールも打てないんで、うちの親はもう電話かけるだけなんです。ね、LINE できればね、すぐ連絡取れるんだけど、もう一番もう LINE がだから、うん、今日うちの枠は明さんはもう、はい、ガラケーで、はい、もうだんだん音が小さくなって聞こえないわけ。この呼び出し音も、はい、声も聞こえないので、今日変えてこようねって言ってるけど、ガラケー取るのか
スマホ撮るのか本人に判断させる。ガラケーかな。でも今ガラケー売ってないんじゃないですか。売ってる売ってる。あります。この間見に行ったらガラケーでもね最近割といい、うん、のがあって十分じゃないかな。はあ、もうスマホじゃないと。今森の袋、21でコマーシャルやって3ヶ月で最初やってるけど8月で終わるんですよ、はい、そしたらトキコさんに電話入れたら、トキコさんどんなですかって言ったら、あのラジオ聞いてね問い合わせが来てるって。あ、そう。もう那覇のコールセンターから2組今度行きますということで電話がありました。やっぱり効果あるんですね。うん、ある。まだあと3ヶ月、うん、継続してやりましょうねということで、ありがとうございます。あそこか。うちの親の実家が、うん、もう本当に血ダムあるじゃないですか、うんうんうん、あの辺りだったんです、ね、うん、あの辺りが実家だったんで、うんうん、うちの親の、あ、そう、誰、お父さんのところ、お父さんのところ、うん、なので、うん、あっち行くと庭です、うん、もうあれ気持ちいい、近ければ本当にもう毎日でも1週間に1、2回行きたいぐらい、うん、これは合ってるかな、これかな、これ変えようかな、2つやってきてあるけど、この子の人は2番に間違いない、2番だけど、どうして2枚やったのか、赤いのに何か書いてますけど、2番、あ、これね、
たくさん見てしたらどうすか。一平二平でいる。そしていつみグループお願い。足芝の足にもお願いします。いっぱいだ。一個だ。一個でいいです。うん、終わります。バイクれます。はい。はい。はい、中直りサンダーは宇都宮さきたちが8月の26日は。山川真由美さん30周年記念リサイタルということで、チケットの方は完売しました。本当にもうたくさんの方々、チケットも、売れましたのでありがとうございますということでね、精一杯ステージでは、頑張りますのでよろしくお願いしますという話をしておりましたけど、はい、水島さんからもですね LINE が来ておりまして、おりましてっておりまして水島さん一つしかできないよ、欲張りよ。一平二平デブの CD の中からですね、芝の足にもお願いします。そして沖縄人東洋ユガ風デブル前川試験ありますかということですけど、はい、水島さんありますよ。前川試験試験さんの歌さんに残波の歌って最初にそういう話をしていて、残波の歌、あ、残波の歌だけど、そういえばタイトルは何だろうって話をしてて、調べたら、ユガ風デイビル、はい、それタイトルが残波の歌ではないです。ユガ風デイビルっていうタイトルで前川試験さんの歌ありますのでね、それ一緒に聴いてください。感謝を届けさびら、残波の歌がもう先行しすぎて、そうだからコマーシャルに使われるといいこともいいあるけど、うん、逆に原曲が忘れられる、このここだけしか分からない、そうこれ終わったら10秒コマーシャル入れましょうね、はいはい、お願いします。マイク入れます、はい、水島さん、はい、残波の歌ではありませんのでね、タイトルはユガ風デビルでした。今佐田さんとこの曲が流れてる間に宣伝のあれが強すぎて、みんなここのイントロしか覚えてない
あ、残波の歌だ、残波の歌だと聞き流していたけど、ちゃんとしたタイトル、リガフルデンデスというのがありますね。はい、川瀬、次はですね、枠川明の歌で私がとっても大好きな歌があるんですよ。これはもう、この歌ができた時は、そうですね、聞きながらちょっと、涙がこぼれましたけどね。これは枠川明の心情を歌った、今まで、そうでね、生まれて育った親に対する恩とか、そして社会に対する恩を忘れないようにということでですね、3番の歌詞に親からこれ、方言で言えば簡単だけど標準語でちょっと水島さんたちも教えたいなと思って、親から譲り受けたことは、いろんなことを教えてもらったことは、やはり心に留めて、真心め、胸深く受け止めて、そして生まれた証を私たちも子孫も、それは頑張っていっ行こうという、そしてその私たちがそれを親の今まであのことを伝えていきたい、生まれた証を、やはり親から譲り受けたものは子孫がその証をね示したいという歌です。まぐくるやに深くうちょって生まれたるぐうんあきらちつみらな親からぬゆじり、もうこの3番のそうですね、歌詞がとっても私大好きで、いつもこれもう聞くと胸がジーンとしますけどね。はい、枠川明の歌さんに夕節お届けさびら。準備やった？やりました、やりました。10秒なんで、あっという間です。
マイク入れます。はい、はい、はい、湧川明の歌さんに、これは CD 歌さんの1ですね、1に入っておりますけど、湧川明はお父さんが、湧川松三郎って言って、野村流音楽協会の師範の、その父の影響で小学校の入学、幼稚園の時から、そうですね、カジャディショーとかそういったの地方をやって、お父さんには内緒で幼稚園1年生の、新入生歓迎の時に先生にお願いされて、あのワク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 って呼ばれてあのお姉さんとか呼ばれていってカジャディフを踊るので、あの弾いてもらえないねということで、あの三線は実家からも取りに行けないので誰かが三線を持ってきて、カジャディ風をあの弾いて踊らしたら、目の前に父親が立ってくる。怖い。そういうあれで、本当にあの、ワクワキラは両親とも45歳の、もう本当にマシリンゴ、戦争終わって、戦争で、あの兄弟が2人亡くなって、そして長男兄さんは志願兵で行って、あの帰ってきてないので、生きてるか、あの、ね、亡くなってるか知らなくて、あの分からないと、あ、はい、あのこの先元部 の, あ, のおあれがあるんですよ、ウガンジュみたいなのがあってね、はい、そこでもうあのぜひ男の子が生まれますよって手を合わせて、人間したのが生まれてきたのが若川だと。他のほら昔は三振しちゃってたらもうこういうことをやったらダメっていう、ね、あの風潮があったけど、湧川明が三振触るのはあのあまりあのあれはしなかったって。あ、そうなんですね、うん、だけどやっぱり父親がそばでマイクで見てるして、あれしたそうですけどね、小学校の頃からもうお父さんとあの舞踊のいろんな仕方をする、そういうところを歩いて回ったりあのやってたそうです。そして小学校2年の時は金城実、金城由紀さんと同じ元部民謡グループで、はい、だからこ の, あの歌さんの中に湧川明が中学校3年生 の, あ の, うるあの浦和会中学校3年生の歌で、情け節とかね、情けの歌とかが入ってるけど、これはあのだからもうあの頃から、そうね、小学校の1年ぐらいからは三線持って、親が古典やってるから、民謡は絶対させなくて、はい、それぐらいの三振したは、ね、三振したはなるなということで、その親の教えを受けて公務員になって三振したということでしたけどね。とってもこれね、はい、まっすぐ、はい、ぐです。見てわかるでしょ。わかりますね。はい、湧川明の歌さんに優武士を届きされた。昨日私たちは膝川の里、あの老人ホーム、社会あの法人で、そこであの嘉手納の方にある、はい、そこで昨日は夏祭りで行ってきたんですけどね、たくさんの方があの職員だけでね137人多い、うん、あのその老人ホームデイサーだけではなく、有料老人ホームだけではなくて、いろんなのデイサービスとか、そういったのも待って、あの集まって毎年に1回、あ、なんかグループって感じですね。やっていましたけど、
昨日は私たち向こう行ってボランティアで、はい、歌を歌いに行ったんですけどね、本当にその建物がすごい広くてみんな伸び伸びしていてとってもいい環境で過ごされているのを見たらいいなと思ったんですけどね、うん、はい、昨日は膝川の里祭りがあって行ってきました。本当にたくさんの方々、聞いてくださいましてありがとうございますということでね、そして、常務理事の金城さんとか佐久川さんとか、そして戸口さん理事長の方々が本当にありがとうございましたってお礼を言いに来てましたけど、はい、完成、昨日歌った愉快に染みそうり一緒に聴いてほしいと思います。7分ぐらいあると思うけど、10分ぐらい残してからこれかけながらお別れします。ちょっと待ってくださいね、6番8分ありますね、8分11秒ってされてるね。じゃあその前に1曲かけて島が走りかけるか、水島さん、CD に、の CD の17番かな、16番、違う、今かけてる、あ、今かけてる、今かけてる CD の16番島の足火っていうのがありますので次それいきましょうね、16番、はい、7月餌かけても2分ぐらい余るんじゃないかな。じゃあもう余ったらもう最後のこと、うん、こっちでやりましょう。マイク入れます。
田さんに愉快にしみそうり、そうですね、お金は持ってても、向こうには持っていけません。なので楽しみもしながら、ミームチュラム見てねって、聞いてねって、そして、いろんな老人センターとかそういうところで今も、踊りとかいろんなサークル活動があるので、うんうん、そういったのもやらないとボケてしまいますよって、ね、だから一生懸命いろんなこと挑戦してくださいという歌。これは和久田明が、役場勤めてる時に町の社会福祉協議会の向こうからかお願いされて、作って、そして一緒であそこで私たちも歌ったんですけどね。はい、男性時間の方も12時41分を回りましたので、先ほど水島さんから、リクエストがありました。水島さんかけましょうね、せっかくリクエストが来ているので。はい、島の足火、これも、沖縄の文化を大切にしましょう、みんなで、受け継いでいきましょうという歌です。島の足火、足火は祭りのことですね。うつづきさびら、これ終わって7月餌かけて4分ぐらい余ります。4分、うん、オッケー。じゃあちょっと誘託してから、8月のお盆は8月の23、24、25です。23、24、25と運慶ですね。もあげたら、パイナップル、あと少し残ってるので。まだあります？あるあるある、あるの十分。いいかな？持って帰っていいですよ。ん？持って帰っていいですよ。いいの？うん、大丈夫？大丈夫です。あげないの？初対面だし別にいいかなと。初対面、何もある？あ、一応うちの知り合いのつながりで、うん、YouTuber になりたいっていう。ここでラジオ、YouTube で配信する人、うん、はいはいはい、この人たちが、この人って子供が、YouTube で配信して、私たちのうちなとかそういったいろんな人たちが歌ってるの、それなの、そういったものが、そうそうそう。じゃあ持っていこうね。はい、OK、私が食べます。食べてください。パイナップルは大好き、マンゴーは大嫌いでもね、今年マンゴー豊作なのかな、結構ありますよね。おっそ分けで食うわけよ、うん、私は食べないから、うん、長女も食べないわけ。うちも2個ぐらいこんな大きいの、うん、持ってきてましたけど、次女のところはもう果物大好きだから、うん、もうマンゴーはみんなあっちに、そうそうこれどんなしてやる？すぐ挟むだけ？挟むだけじゃないですか。外しはしたけど、
してるうちも。そうなんですか。ミッションが、うん、ミッションが悪いってエンジンはかくるギアが入らない。あ、だからあの人間で言えばあの心身動脈硬化、うん、人間もほらあの血管が詰まっていったら動かなくなるでしょうって、はいはい、それってもうこの車年寄りだから。そうなんですね。もう十何年かな、うん、アルファードの出始めだから。あ、そうなんです、ね、あの頃アルファード、うん、持ってるのもう少なくて旧車の男の子たちがもう一線出してきて、うん、でしょうね。マイク入れます。はい、はい、いつみグループの歌さんに島の足火、沖縄のそうですね、各地域で祭りごととかそういったのが神事がありますけどね、それを大切にしていこうという歌です。はい、時間の方も12時48分あと11分ですけどね、今月の来週ですね、になります。8月の23、24、25日は旧盆ですね。23日が運慶、そして24日が中日、25日はウークイですけど、長田さんたちは、はい、そのお盆は行く方ですか？来る方ですか？来る方ですね、どっちかって言ったら。じゃあもうまたお母さん大変ね。いや、最近はね、うん、あまり人来ないですね。でも今そうよね、自分たちも、うん、うちも若が秋葉は実家先元で、はいはいはい、名護とかもうみんなやんばるに行くんだけど、前はほらごちそう作って、そう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 ってやりよありましたね。今はもう線香仏壇にお供え物をしてお中元持って行って線香焚いて、それでもうすぐさまだ他にもありますからね、そして長ゆくいはしないですね、今は、うん、私たちも運慶の日に、ヤンバルは行って、はいはい、アキラの実家は行って、そして親戚周りはやりますけどね、そしてウークイがうちの前城の実家、あそこはまた、兄弟、おいっ子、姪っ子、孫までみんな集まります。おー、それいいですね。盆と正月は、はいはい、もう必ず集まる、だから 4,50 名ぐらい。それ普段はもうほらお茶ただ開け閉めして、はい、うちはね開け閉めしてやるんだけど、この盆正月だけは本当に孫たち、うん、ね、それ楽しいですね。楽しい楽しい、もう暑い、この暑いのにみんな集まってくるから、うん、もう外に出て扇風機を、はいはいはい、やるんだけど、はい、8月の23、24、25は旧盆にあたって沖縄でまた、うん、茶壇でもイエイサーがある。そうですね、うん、25日のウークイの日は外栄は今やらないと思うんですけどね、うん、またエイサー道ジュネとかそういったのやってますので皆さん楽しんでほしいと思います。はい、と安静最後に、カデカル臨床さんの歌さんに七八エイサー、これ8分ありますけどそれ聞きながらお別れしましょうか。それでも1分ぐらいもあるかな。もうちょっと言うんだから、はい、もうちょっと。はい、本当にはそうですね、ここロビーの方では先ほども言いました平成30年度第24回沖縄県特別支援学校の中学の部の総合文化祭が、行われております。これは今日の18時ですので6時までかな、うん、まだまだありますね、はい、ギャラリーに、ね、はい、たくさん の作品が展示されておりますのでぜひ皆さんお昼休み休憩に入っていますいると思うのでね、七八の準備もあると思うんですけどぜひ子どもたちの作品を見に来てほしいと思います。はい、と、うん、これで何か水島さんからも来てますね、沖縄の風習も少しずつ変わってきているのですね、うん、お年玉大変だ1000円ずつだけど甥っ子名簿になると40名ぐらいうちはいますのでね、わ、はい、もう大体お年玉で5万ぐらい消えますね。常に準備してますけど、うん、は早く逃げたいなと思うんだけどでもこれが甥っ子名簿はね子どもたちは楽しんでいるので
はい、1年に1回の行事をいっぱいやっていきたいと思います。はい、東亜世7月エイサカデカルリーショさんの2父がちーなお別れしたいと思います。来週は待ってよ、あれチョンタさん、はいはい、来週はどうなっているかな。あの日曜日多分大丈夫だと思うんだけどね。はい、大丈夫です。来週の土曜日はまたうちの孫たちの保育園のね敬老会があるということで、うん、はい、来週の9月の2日お耳にかかりたいと思います。ジェイペニフェデビタン、ありがとうございます。ありがとうございました。はお休みします。9月9、はい。はい。9月の9日は私がちょっと用事があって。多分あの2人は当てにならないからもう休みで行っとってください。うん、わかりました。